どうもこんにちは、いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。今回はこちらの3周年イベント期間限定任務で入手できるネロの砲を使っていきたいと思います。武装チェイク。武装はビームライフル、ビームサーベル2等、フラッシュグレネード、クラブ、切り替えオッソ。ビームライフル、ノンチャージでは3連射でオーバーヒート。2発ヒットでよろけが取れて、収束時間も早い扱いやすいビームライフル。ビームサーベル、スキル格闘連撃制御により2連撃が可能。下格闘のモーションが広いので、フレンドリーファイアには注意が必要ですね。フラッシュグレネード、即よろけが取れますが投石なのでつあり。クラブ、即よろけは取れるものの切り替えが遅く扱いにくい。カウンターはみんな大好き特殊カウンター。それでは実戦の方行ってみましょう。やっていきましょう。ネロは450コストの汎用機。同コスト対同兵下にはガルバルディベータやドワッチ海がおりますね。機体性能をガルバルディベータと比較してみましょう。ネロのアーマー値は 17,000、ガルバルディベータが 14,500 となっており、防御補正合計値はネロ、ガルバルディベータともに48。ガルバルディベータにはシールド、そして脚部へのダメージをカットする脚部特殊干渉剤が備わっており、オーバーヒートしてますね。一気に刈り取りましょう。寝かせたものの奥の敵からの射撃が怖いので即離脱。脚部の干渉剤やシールドはないネロですが、背部バインダー、背部オプションにそれぞれ干渉剤がついており、耐久性能は問題ないんじゃないでしょうか。ビームライフルとクラブを使えば弾幕を張ることもでき、射撃戦に対応できるほか、詰めたら詰めたで攻撃力の格闘をお見舞いする感じとなっておりますね。そろそろいけるか？ここだー。と、ビームライフルがオバヒしてしまいました。先日のニューガンダムの動画でオバヒゲージの表示がおかしい話をしましたが、どうやら不具合で全機体ビームライフルフルチャージ時にオバヒする状態でもオバヒしない表示になっているらしく、普通に結構支障ありますね。というのも、先ほどのようにオバヒギリギリで少しでも早く撃ちたい場面は結構あるんですねー。こちらは修正予定らしいので、よろしくお願いしますといったところ。さて、ネロなんですが攻撃補正は、ガルバルディベータは合計値45となっており、ネロは補正値も高め、機動力に関してはご覧のようになっており、スラスタースピードはガルバルディベータが速いけども、スラスター量はネロが上。ネロはシュナイドくんがなぜかもらえなかった機動系のスキルを高レベルで完備しており、つまりこの機体、走行種、すべてがコスト対汎用機でも高水準。並走のビームライフル、そしてビームサーベルもいい性能をしており、イベント機体がなんだか優秀なことが多いバトーペ、今回も両機体なんじゃないでしょうか。強いて言うならック並走、フラッシュグレネードとクラブが趣あることは気になりますね。中高コストが持つにはクラブは明らかにスペック不足。まあネロは450コストなのでまだ良いですけれども、600コストでこの趣を具現化したような並走を持たされている機体がいることに涙が止まらない。カットミス、これがネロのカウンター。しっかりカメラに抑えました。ノルマ達成ありがとうございます。なんと今の状況で許されました。日頃の行いガチャが良かったんでしょうか。一撃でもいやー。連邦軍用3機、ネロ、出る。違法駐車している機体が2機も、ここ中近ですよ。あー、違法駐車式、しっかり違反切符を切っていきましょう。ちぃ、運転手が帰ってきましたね。残念です。支援機の G ラインフルカスタムに狙われてますね。痛すぎるので一度車線を切りましょう。上州機インコムをフルカスタムに飛ばしつつ、私はケンプファーにとどめを刺しに行くよ。はいやー。今の緊急回避は特に意味はないですね。でも、かっこよかったなら OK です。ケンプファーがやたら粘りますね。しかしこのネロからは逃れられない。ネロはガンダムセンチネルからの登場機体。このような名前なのでね、モノ後継機なのかなと思いきや、
上半身がラムダガンダム、下半身がスペリオルガンダムの設計を組み合わせて製造された機体ということで、ネモはあんまり関係なさそうですね。ステルス機体がいるはず。いました。ステルス機体でザートゲルブグ、敵の勝ち筋拠点爆破を防ぎたいところ。ネロの登場によりセンチネルの機体大体出たんじゃないかなと思いましたが、よく考えたら X-S ガンダムは実装されてるけどスペリオルガンダム実装されていませんでした。味方のキャノンで敵兵を焼き切れましたね。ナイスです。しかし X-S が先に出た今、ちょっとスペリオル組んで敵にくそうな感ありますね。まあググフカスタム実装した後にグフが実装されたりするのがガンダムゲー、スペリオル君お待ちしております。ビームライフルはノンチャージ3連射でオバヒと冒頭で言いましたが、わずかに間隔を空けることでオバヒさせずに3連射かますことができますので、ビームライフルはノンチャでも使いやすいし、フルチャも早くて使いやすい感じとなっておりますね。ここちょっと味方の状況がデザゲルのたくましい体で見えずにすりました。最初のフルチャよろけからさっさと格闘ねじ込んでおくべきでしたね。ケケケ、ケンプファーの前でオバヒはまずいですよ。スラスターがキンキンに冷えました。危ないところだったぜ。違法駐車は許さんぞい。どうでしょうかネロ、イベント機体としては破格の性能してるんじゃないでしょうか。特にガルバルディベータ持っていない人なんかにはぜひゲットしていただきたいですね。ここでクラブによる追い打ち。切り替え遅すぎー。切り替え遅くて弾速遅くて射出後硬直が入り威力も別に高くないクラブをよろしくな。インファンネルさんがスラスター打ちできたりスラスターロックできたりする仕様なので、高コストのクラブやグレネードもなんかそういう打った感じのテコ入れあってもいい気がしますね。これは、退却？退却の感じですか？退却の感じですね。本拠点に戻り絶対防衛線を張りましょう。防衛線張りました。ここからは一歩も通さん、通りたければ私以外を倒していくがいい。と思ったけど味方のアーマーやばすぎで草。深入りしてきてますね。緊急回避を吐かせての、いただきです。右の侵入路はこのナムさんのオンドレアスが受けたまわった。攻撃が来ますね。ポジション的にちょっと怖いですが。危ねえ。どうやら私がロックされてたようですね。前に出ていた時に座標が決まったので助かりました。まずい。カバーを頼む。あれ？みんな死んでる。皆さんアーマー少なかったのでしょうがないですね。ここナムさーん。ネロでした。今回もイベント期待は当たり、イベント第2弾のフルアーマースレイブレイスも期待しちゃう。それでは今回はこの辺でー。